この先、9キロほど、道なりです。私の後ろを走っていたドキュンダネボ、ETC ゲートを通過して、走行車線側から追い抜き、危うく黒のワンボックスとぶつかりそうに、本当に危なかった。ここまでご視聴ありがとうございます。他の動画も時間に余裕があったら見てください。もし気に入ってくれたらチャンネル登録もお願いします。